どうも肉まんです。今回コストコ購入品紹介開封編パート2です。前回の動画ご覧になってない方はぜひご覧ください。それでは開封編スタート。まずはじめに韓国産ドンウォンロゼトッポッキ2人前 ×3 セット6人前 1080g 入り、お値段が1280円でした。1セットあたり427円です。賞味期限は買った日から8ヶ月間ぐらいありました。ロゼトッポッキというちょっと不思議なトッポギが売られてました。パッケージはすごく可愛いですね。ピンクなので辛くなさそう。ドンウォンさんといえばトッポギ系でいうとジャンジャンラッポッキ、そして普通のラッポッキが売られてます。この赤いパッケージのラッポッキは本当に辛くて、コストコで一番辛かったなと思う商品です。辛いもの私苦手なので、もうこの商品は買えないです。今回裏面の原材料見てみるとトマトとは書いてなかったです。唐辛子粉が結構入ってるみたいなのでちょっと辛そうですね。特製ロゼソースで味わうピリ辛クリームの美味しさ。フライパン1つで8分。おすすめレシピの下にお水の代わりに牛乳を入れるとより濃厚な味わいがお楽しみいただけますと書かれてます。ちょっと私辛さをマイルドにしたいかなと思うので、ちょっと牛乳も入れてみようかなと思ってます。では開けましょう。オープン。中に入ってるのはこんな感じでシンプルです。餅と粉末ソースが入ってます。早速調理していきます。作ってみました。8分調理したんですけど、しっかりソースも残ってます。いただきます。悪くはないですが、ちょっと最初の甘さが気になります。韓国商品特有の甘さがちょっと入ってるので食べにくさはあります。ただ辛さはすごくマイルドになってて、ちょっと後味にしびれる辛さはありますが、そこまで気にならないです。クリーミーソースで辛さが苦手な方でも食べられそうです。辛いんですけどクリームソースだからかいけちゃいますね。赤いパッケージのトッポッキよりかは断然マイルドなので、辛いもの苦手な方でもまだ挑戦できる商品かなと思います。 200cc 牛乳でやった場合もっとクリーミーになると思います。美味しかったですが、私はジャンジャンラッポッキの方が好きでした。ちょっと甘めなテイストなので、甘めな味が好きな方はおすすめです。続いて韓国産ユッケジャン 500g×2 袋入り、お値段が998円でした。1袋あたり499円です。賞味期限は買った日から11ヶ月間ぐらいありました。今回はアジアンフェアということで韓国の商品が並んでおり、この商品初めて見かけた商品です。ユッケジャンについて調べてみました。ユッケジャンは牛肉といろいろな野菜、わらびやもやしなどをゆっくり茹でた辛みのある料理で、キョンサンプクト地域の牛肉スープに由来するそうです。粉唐辛子で味付けし、胡椒や塩、砂糖、ごま油、醤油などの調味料を添付するそうです。牛肉の代わりに鶏肉を使う場合もあり、タユッケジャンまたはタッケジャンと呼ぶそうです。パッケージが黒なのですごく赤色のスープが目立ち、とっても辛そうです。牛肉だしの効いた本格韓国スープ、韓国直輸入。調理方法は電子レンジ、鍋、湯煎で調理できるみたいです。じゃあ私は湯煎調理していきたいと思います。こんな感じで具材もたっぷり入ってれば嬉しいですね。パッケージ通りすごく赤いスープです。具材はこんな感じで、結構入ってますね。ネギが多い。わらびもしっかり入ってます。いただきます。味は悪くないです。真っ赤な色をしてたのですっごい辛いのかなと思ったら、そこまで辛くないです。スープは唐辛子の味が際立ってるんですけど、そこまで辛くなく私でも食べられます。具材を足した方が美味しくいただけそうです。私は豆腐足したいなと思ってます。食べてみて味は悪くなかったんですけど、1袋500円と考えるとちょっとお高く感じてしまいます。同じお値段出すなら牛肉天ジャンチゲを買いたいなと思いました。唐辛子ベースなのでちょっとだしの旨味が感じられなかったです。ご飯入れてクッパにも良さそう。私は1回食べれば十分かな。続いて韓国産マックス2人前 ×3 袋入り、お値段が1280円でした。1袋あたり427円、1人前あたり214円です。賞味期限は買った日から8ヶ月間ぐらいありました。マックス1年ぶりの登場だと思います。去年も夏場に見かけました。去年すごく美味しくハマった商品です。マックスについて調べてみました。本場ではマッククスと呼ばれてるみたいです。マッククスとはそば粉で作った麺が特徴の韓国料理です。ひんやり冷たい麺料理なので夏場に特に人気があります。韓国の東北部に位置する江温道地方の郷土料理として知られ、そば冷麺とも呼ばれるそうです。素朴で香ばしいそばの風味、麺は日本のそばに似ており歯切れがよく喉越しも滑らかです。2人前ずつパッケージが分かれてるのもすごくいいですね。家族でシェアもしやすいです。開けましょう。オープン。こんな感じで入ってます。麺、ソース、薬味、ごま油。麺はそば粉が入ってるだけあって、そばの色をしてます。早速作っていきます。マックス完成です。お好きな野菜と一緒に食べられます。私はこの商品食べるときは必ずお肉入れてます。麺とよく絡めて、野菜もたっぷり取れるのいいですよね。いただきます。辛いけど美味しい。ちょっと酸っぱさのあるようなタレなんですけど、コチュジャンベースのタレですごく美味しいです。チョルメンとは違って甘さが際立ってないのですごく私好みです。ただ辛さはやはりチョルメンぐらいあるので、買う時は辛いもの苦手な方は注意が必要です。お肉とか野菜とか本当にたっぷり入れるとマイルドになります。あとはソースの量とか調節しても良さそうですね。この商品はなかなか出会えない商品なので、コチュジャン系の味が好きな方はぜひ挑戦してみてください。リピートあり。私はいつもごま油を追いがけしてます。ごま油を足すとより一層風味が増します。辛さもマイルドになりおすすめ。こんな感じで今回コストコ購入品紹介開封編パート2でした。最後までご視聴ありがとうございました。今回買った中でまたリピートしたいなと思ったのはマックスです。これはやっぱり美味しいですね。辛いんですけど夏にぴったりです。コチュジャン系ベースの味が好きな方はぜひチャレンジしてみてください。夏の期間売ってくれてると嬉しいな。ぜひ気になるものあったら挑戦してみてください。また次の動画もお楽しみに。